はい、えー。おはようございます。サラでございます。えー、本日もご質問いただいておりますので、お答えしていきたいと思います。また台風ですね。えー、気をつけていただきつつ、3連休なんですね。えー、6、7、8と連休ですので、おや連休前、最後の配信をしていきたいなと思います。はい。えー、本日のご相談はですね、えー、同い年の 人が1人だけで、あとは40代以上の社風になじめませんというまあ20代の方からですね、えー、ご相談いただきましたのでお答えしていきたいと思います。えー、ご相談内容は、私は第二新卒で、えー、転職入社3ヶ月目なのですが、えー、同い年の人が1人だけで、あとは40代以上の社風でしてうまくなじむことができません。営業したくて今の会社に入社しましたが、最近商材にも興味がなくなってきた状態ですというご相談をいただきました。 もうこの商材に興味がなくなってきた状態って営業やってると一番辛い状態ですよね。まあ興味だったりとかですね。あの、なんていうんですかね。疑心暗鬼になったりとか、なんか不毛感感じた時の営業って、マジで病むので、<laughs> 気をつけていただきたいなというところですが、えっ、ー、と、今日のご相談内容でいくと、えっ、ー、と、まず社,社風になじめませんということですね。 社風に馴染めないって大変ですよね。あの、私も転職一回してますけど、今社風全然馴染めなかったですね。何なんだろう何だった何が違ったんだろうなえっと、私の転職した職場は、えっと、同年代ばっかだったんですよ。同年代ばっかだったんですけど、なんか大学のサークルみたいなノリだったので、 な,なんか、ウェイみたいな雰囲気に全然馴染めずですね。えー、私も結構すぐ辞めたなっていうような感じでした。はい。えー、っと、まあ、社風って結構一概に言うと難しくてですね。まあ、年齢だけ問題じゃない気もするんですよね。40代以上でもなんかすごく尊敬できるとか、すごく学びのある社先輩上司に出会えてたら、あこの人の、この人と一緒に仕事がしたいな、みたいな気持ちになれたりとかですね。えー、っと、まあ、同い年の一人がめちゃくちゃ仲が良くて、まあ 例えば、そうですね。えっと、一緒に勉強してたりとか、あと、まあ、仕事のい格競い合ったりみたいな形で、多分、その、会社全体の社風こうというよりも、えっと、まあ、一緒に働きたいなと思える人が、まあ、一人でもいればですね、この問題って結構解決したりするんですよね。なんですけど、えっと、今回の多分、このご状況でいくと、そういう人が周りに、まあ、一人もいないのかな、みたいなところが、まあ、 いうふうに想像できるところですかね。まあ、そもそも上司とか同僚に、あのまあ、自分が働く上で何を求めるかだと思うんですよね。なんか、ざっくばらんに話ができるとか、なんか一緒に相談が乗れるとか、まあ一緒に競い合って成長し合えるとかですね。人によって、その周りの人、同僚に求めることって結構違ってくると思うので、自分が今、その、何がなくて、あの社風に馴染めないのかな、みたいなことは考えてもらえると良いのかなと。 思いますで、まあ、正直、ですね人間関係でもこれ、運でしかないんですよね、入ってみなきゃ分からないと、で転職活動して、社風はどうですかという,ような質問をされると思うんです、することも多いと思うんですけど、なんかもう人によって、社風の捉え方で全然違うのって難しいんですよね。なので、入ったあと運なので、正直そこでなんか違ったなと思ったときに、ずるずる引っ張りすぎるのも良くないかなと思います。 えっと、実際ですね、私のところで相談に来てくれた人でも、えー、と会社の雰囲気、社風が全く合わなくても結構パワハラ系のような会社だったらしいので、社風同行じゃないんですけど、まあそういうことが横行普通にできるような会社だったので、まあ社風に合わないと。で、その時はなんか、 その人が言ってたのは、なんかそうやって怒られたりとか、なんかたまに物が飛んできたりみたいなところを、黙認している社員がなんかすごく気持ち悪いみたいな話、嫌だって言っていて、で、えっ、ー、と、3ヶ月目で退職願を出して、優秀な人だったんで、優秀されたと。4ヶ月になんか、もう頑張ってくれよみたいなこと言われたらしいんですけど、4ヶ月で辞めたって言ってましたね。 で、えっと、まあ、その直前の会社も3年しか勤めてなかったので、まあ、結構もう短い回、特に母親が、えー、そんなすぐコロ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 会社が見て、なんなのみたいなことでめちゃくちゃ怒られたって言ってたんですけど、えっと、まあ、ただ雰囲気が合わないとか、とうとうで軟弱者って言われるのかなとか、言われだなみたいなこともおっしゃってたんですが、なんか無理して続けてたら、鬱になってたなみたいな話もしていて、で、今実際転職をして、あの、バリッバリ仕事をされてるので、えっと、まあ、正直、 合わないところにあの無理して自分をもうどっちかしかしないと思うんですよね、えっと、自分をそっちに寄せていくのか、なんとか合わせにいくのか、それから違う環境とか違う人間関係を求めるのかみたいなところにはなってしまうかなと思うので、まあ、無理はしすぎずっていうところと、改めてその上司同僚とまあどういう人間関係を求めているのかみたいなところは一度考えてもらえるといいかなと思います。 あとは、ま、第二進出で転職入社3ヶ月目ということで、まあ、キャリアとしては、えっと、先ほどご紹介させていただいた方のように、まあ、 直務経歴的に、履歴書的にはですね、短いキャリアを歩んでしまっているので、まあ、そろそろ落ち着きたいかな、みたいなところも、今後見るとありますよね、と。なので、次の転職をまあ仮にするとすれば、えっと、まず問題を混在させないことかなとも思ってます。えっと、社風が合わないっていうことと、まあ、商材に興味が持てないっていうのは、問題としては全然別のことなので、えっと、この問題をまず混在させないこと、そもそも人間関係では何がなかったのか、で商材ではなんて興味がなくなってしまったのか、 っていうのはしっかかり分けてて考えてもらうのがポイントかなと思いますあとはその今の人間関係を見ていた時に、えったときに自分がその人間関係で何を求めるのかっていうのは、まあ、今の状態を整理するのと合わせて、まあ、次仮に、えっと、転職をするにしても何を求めるのかっていう軸はちゃんと決めておいた方がいいのでそういったことも整理してもらえるといいのかなと思います。 社風はね、えー、難しいんですよ。人間関係なので、えっ、ー、と、まあ、そりゃそうですよね。突然入ってみた会社ですごく恵まれたみたいなことって結構奇跡的な出会いだと思うので、なんか変に重く考えすぎずにですね、合わなかったら合わなかったで、じゃあ何が合わないのかっていうのを考えてみて、で自分に歩み寄れるところがあるんだったら歩み寄ってみればいいと思いますし、まあ、難しいのであれば、あくまで、 組織の方が、まあ、個人よりも強い部分もあるので、なんかそういったところで、えっ、ー、と、まあ、次のチャレンジをするなりですね、職場で少し自分の関わり方を変えてみるなり、えー、考えてみてもらえるといいんじゃないかなと思っております。はい、えっ、ー、と、本日のご相談は、えー、社風に馴染めたりと、なじめないというご相談でしたので、私なりに、えー アドバイスをさせていただきました。引き続き、えー、転職やキャリア、あと営業について等々ですね、えー、ご相談いただいておりますので、お答えしていきたいと思いますが、引き続きご質問は募集中です。えー、こちらの LINE に直接ご返信いただければ、えー、お答えしていきたいと思いますし、内容によっては、あの、個別にご相談乗らせていただきながら、 あの、実際に転職のご支援させてもらった方もいてですね、えー、無事に決まりましたっていう嬉しいご報告もいただいてますので、そういったご相談とかがあれば遠慮なくご連絡いただければと思います。はい、えー、本日は以上です。